お二人にはどの、アーティストがですねランクインするかを、前回に引き続いて予想して、今回も素敵な商品ご用意しているということです。はいはい、なんかこういうのがどんどん豪華になってきましたね、浜さんね。すごいじゃん。今回はこれは輪投げ、ランクインされたアーティストを当てた数だけご褒美輪投げにチャレンジすることができます。ゴニョゴニョゴニョしてるね、いろんなものに、すべてのものにバミリがあります。テレビにはね、適当なことは一個もないんだから。ないから、ね、決まってんの全部ね。見つけた、すごいですよ、あの栗専門店の焼き栗とか。で、つぼりましたね、飛鳥さんね。しばらく待ちましょう。どこがそんなもんよかった。だって顔真っ赤っちょっとね、焦っちゃってね、本当はもうすぐこう行かなきゃ。かわいい、かわいい、かわいいね。そうなの、性格がいいのとお金持ってるのと乃木坂なことぐらいしか取り柄がないの。やっぱり〇〇ちゃんみたいに昔から顔だけはいいんだけどねって言われてる人の言うことは違うね。変わらないね、そういうとこ。意地悪選手権もありがとうございました。ありがとうございました。いや、すごかったよね。もう最高、先生でした。マジで、アスカちゃんのたくましさ、はい、もうなんか見えたし、たくましさ、ハモさんやっぱロックやったね、返しが。あれを言われてしまったらもう一言も言えなくなる、最高の返しでした。そうやった分、振りの、いやできないみたいな、あれなんやった。めっちゃいらんかった、ほんまに。転職活動中に聞きたい。まあでもこれかな。飛鳥さんも今ピンときたんじゃないの。来たかも。はい、はい、クリスタルキング。尾崎豊。あ、ほら近いじゃん。当たってないリアクションなんですよね。それ良くないよね。飛鳥さんもう消しに行くのやめてね。わかんないんだよ。はい、大丈夫です。転職したいと思ったこと、お二人ありませんか。転職したい。何になりたかったっていうのはあるんですか。ちなみに僕は教員免許を取ろうと思ってたんで、通ってました、だから大学に。あ、そうなんだ、教育学部だった。へえ、心理教育学部ってやつね。心理学と教育学部でした。うわー、ぽいぽい。だからバンドに誘われなければもしかしたらそういうことやつ。あ、そうなんだ、なんかあります。だからそういう、13歳から入ってる。私はやりたいこともなりたいものも特になかったですけど、転職したいと思ったことはあります。え、全然あります。何ってのあるの。何、工場で働きたいなとか。お、あれな、そういう結構こう一定のこうクオリティを保つ、なんか流れるものをなんかやりたいんです。あ、何でもいいんですけど、仕分けとかね、ベルトコンベアのね。でもすごい分かるな。は何回も思ったことありますね。あと刀鍛冶とかやりたいと思った。刀鍛冶、刀作る。へえ、打つやつ。あ、私もガラス、あれね、職人になろうと。分かる分かる分かる。職人になりたく、結構転職したいと思ってたっていう衝撃。2人とも。ある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 。でも、そういう時は俺クリスタルキング聞くと思うけどな。梨を狙います。え、何これ。これ逆にあるんだ、こんなこと。どっちも本当は梨。もちろんね、私は入れてますから。梨違うだ、ノーっていう梨よ。そんな全員で親父ギャグ言わないよ。じゃあもう一回泣きの一回。いや、なんかそう、でもその飛鳥さんもそのほらやってもいいけど、何かやった代償でもう一回投げましょうよ。そのなんかわかんない、カメラに向かって何か言うとか、そういうのがないとさ、なんかクレーム来るよ多分。そろそろ確かに、めちゃめちゃ怒られる時あるんだよな。愛嬌を見せるとかそういうの。ああ、なんで俺を見よっしゃ。
ずるずるずるなんかやんのかと思ったわ今。いや入ったけど入ったすごいねもうなんかしょうがねえみたいな感じになっちゃコラボ企画はいかがでしたか？3番組コラボ今日いやお題激レアさん大変楽しかったですしね、温かく迎え入れていただいて、ヒコロヒーさんもすごいね面白かったし、かっこよかったです、本物に会うと。でね、京子さんも来てなかったから、あ、2人は来てくんないんだって言ってた若林さんがね。あ、そうなんだ、でもなんかいい並びになったみたいなことを言ね、結構いろんなところで見かけるんでよかったなと思いますけどね。そっか、でもコラボの日なのに一番ずるいことしちゃって反省してますね。あ、いいね、そんな言葉聞けると思わなかったよ、ね、そうだよ、だって見てんだよみんな。ちょっと反省してます。最後の一等の前に、ね、俺の目を見て笑ったでしょってその後にさ全員が好きがある時にバーって逃げたでしょ、あれすごいねプロプレイヤーみたいな感じだそれ、何だったんだって最初のっていう確かに。でも距離関係のやつだんだん上手になってきてますね、結構やってるから。うん、確かにね、そのパターンもやしダーツもやったし、とか言ってね、最終的になんか俺がその飛鳥さんを褒めて終わるんだよ毎回な肩を持って終わるんですよねいつもね。転職活動中の人に聞いた転職活動中に聞きたいアーティスト転職活動中の人ってなんか結構多分ストレスとか溜まってるとか、大変よな、絶対に何かあったから辞めたいわけじゃないですか斉藤京子さんが予想する転職活動中に聞きたいアーティストはアドさんですね。あ、うっせえわ、もうふざけんじゃねえっていう気持ちを込めて、って言った時に一番スカッとする曲ちなみに斉藤さんがちょっと別の案で出してくれたので、はい、クラスにいる普段は真面目だけど文化祭になったら張り切る人に聞いたカラオケで歌うアーティストってのを、どう思ってたん学生おったけどいやいや映画な別にその絶対に全員が経験したことあって、絶対にクラスに一人はいるじゃないですか、もういつもめっちゃ眼鏡かけてめっちゃ話しかけてもなんかもうあーみたいな感じなのに、なんか文化祭始まったらダンスちゃんとやってみたいなこと言う人って絶対カラオケでめっちゃ熱唱するタイプ。わかるわかるわかる。でそれも気になって、ちなみにそれはアドさんですね万能やんアドさん麻雀を愛してやまないヒコロヒーさんが予想するテンパった時に焼きそばを食べながら聞きたいアーティストは。楽しい、でもやっぱ大竹栄一さんとか入ってほしいな。そこなんだ、楽しいよ、ふかし。よく知ってますね。想像できた、想像できたテンパって焼きそば食べて、テンパってってわーってパニックになってるわけじゃないよ。テンパイがえあ通じてない。そうなんだ。テンパイってその、はい、リーチ、リーチみたいな、あれなんかドンジャンみたいなのとは違うんでしたっけ。ドンジャンはさ、はい、小学校の時なんか木のあ、そうですそうです、昔その話してたんですよ私。いや、そうそう、してたよ。あ、じゃあ、OK です。なんか、麻雀でもありましたね。なんか、ドンジャラね。ドンジャラだ。そうそう、だから、それも、過去、昔、私がドンジャラみたいな。ドンジャラ、え、私めっちゃやってたんですよ。なんで知ってるんですか同じ。5秒前です。4、3、こんばんは、テレビ朝日アナウンサーの弘中彩香です。